サンロッケ教会の内装礼拝堂を礼拝堂のバロック装飾サンロッケ教会はポルトガルリスボンにあるイエズス会の教会16世紀から18世紀にかけての豪華な内装が保存されているサンロッケの原型となる礼拝堂は1506年から1515 15年に掛け城壁の外にマヌエル様式で建てられたセイロックスは 国死病から信者を守ってくれると信じられており、ジョアン三世は1523年に三六家、教会のそばに国死病が原因で死んだ者たち専用の墓を作らせた。1525年、礼拝堂で三六家の神徒会が結成された。1540年、イエズス会から派遣されてきた最初の会員たちがポルトガルへ到着した。中には、後に東アジアへ、 初めて不況へ赴いたフランシスコザビエルも含まれていた。イエズス会は1553年にサンロッケ、礼拝堂を所有、すぐに小さな礼拝堂を大きな教会とすることを決めた。現在の建物は1565年から1587年にかけ、簡素なマニエリスム様式で建造された。その教会はポルトガル国内やポルトガルの植民地にある、 他のイエズス会派教会の建築的手本となるようにされた。1584年、サンロッケ教会は、天正剣王少年施設のための宿舎として提供された。一世紀の間、サンロッケ教会の内装は、マニエリスム様式、バロック様式、ロココ様式などの芸術で飾り立てられた。教会内にあるサンジョアン・バプティスタ礼拝堂は広く、知られ興味深い。 ジョアン五世は、ローマ風のバロック様式を大変好み、植民地ブラジルで産出された金を惜しげもなく使い、1740年にイタリア人芸術家、ルイージ・バンビテ・リトニ・コラサルビーに命じて、礼拝堂全体を作らせた。ローマで教皇により、祝別された後、壮麗な礼拝堂は解体され、リスボンに送られ、1747年から1752年に、 掛けサン家教ケ会内で再度組み立てられた。イエズス会は、ジョゼ一世の最初、ポンバル公により1758年に、ポルトガルから追放され、所有していた資産も国家に没収された。1768年、ジョゼ一世は三六家教ケ会とかつてのイエズス会の資産を、1498年創設のポルトガルの信仰事前団体、ミゼリコリダ教会へ与えた。 1553年に、イエズス会はサンロッケ会の礼拝堂を所有し、当時としては、非常にモダンな平面図を、新しい教会のために作った。一つだけの速廊を持つ、主礼拝堂、本堂に沿った八つの横並びの礼拝堂、である。簡素なマニエリスムの新教会は1565年頃から、工事が始まり1587年に完成した。最初の建築家は、 1577年の後に、バルタザール・アルバレスの後を継いだアフォンソ・アルバレスである。1580年に、スペイン支配下に入ると、フェリペ2世の宮廷建築家、イタリア人、フィリッポ・テルツィが、ファサードと教会の内装を完成させた。建物のデザインは、ポルトガルや植民地に、イエズス会が建てた教会の多くの模範となった。 一世紀かけ三六家教会の内装は、マニエリスム、バロック、ロココの各様式で飾り立てられた。平らな木造の天井は、フランシスコ・ベネガスの手で1588年頃、投資図法で描かれた。16世紀後半に、タイルが、礼拝堂内部を1584年頃、フランシスコでマトスが、多色使いのタイルを用いて彩ったのと同様に、本堂の壁のいくつかを折った。 スタイルで飾られた礼拝堂内には、ガスパルディアスの手による絵画、聖、ロチュスト、天使がある。本堂の木造の祭壇は1625年から1628年に、駆け、建てられた。ここには、イエズス会の著名な4人の聖人像が並ぶ。イグナチオ・デロヨラ、フランシスコ・ザビエル、フランシスコ・ボルハ、アロイジオ・ゴンザガである。17世紀から18世紀。 礼拝堂本堂にバロック様式の装飾が加わった。最も重要な部分はノッサセニーラ・ダ・ピエダーデ礼拝堂とサンティシモ礼拝堂でどちらもポルトガル・バロックの中で華麗なものである。対照的にサンジョアン・バプティスタ礼拝堂は1740年にローマでイタリア人芸術家の手で作られた作品である。この礼拝堂はシンコテンドココ様式で 絵画、聖堂の浮き彫り、像、モザイク、多彩な大理石で飾られている。ありがとうございます。